リアルオーダーヘアブックの、オンラインサロンの、講習会始めたいと思います。なかなかあの、ね、コロナで、ね、集まって講習会することができなかったので、やっと開催することができました。で、ね、今日来ていただいている、ね、皆さんはいつもの顔見知りの方が多いけどもね、結構遠くから見てる人とかもいるかもしれないので、ぜひアーカイブとか見ながら勉強してみてください。よろしくお願いします。で、今日は、カメラの使い方の、お話をしていきたいんですけど、去年の年末に、ね、関田さんに作ってもらったスタイルでやったやつ、動画では一応一通り上がってるんですけど、それをもう一度、実際にカメラを持ちながら、ここのダイヤルは何なのかとか、これはどういう意味なのかっていう部分を細かくやってみたいと思います。で、カメラ難しいとは思いますけど、実際触る箇所は本当少ないので、そこのここを触ればいいんだよっていう部分だけ覚えてもらえれば、マニュアルでも初めてもカメラ持った人でもマニュアルで明るさ決められるようになりますので、ぜひ覚えてみてください。一番最初にお話ししたいのがカメラの仕組み、どうやってカメラは、光を取り込んで写真に写るかっていう部分、これは最初に覚えてもらいたくてちょっと説明したいと思います。これカメラをこれ横から見た絵だと思ってください。で、カメラっていうのはこういう本体にレンズが横にくっついてる、写真を撮る箱のところにレンズがくっついてるっていう仕組みになってます。一番最初にレンズの中で光が通る場所っていうのがここに絞りっていうのが入ってます。絞りっていうのは何なのかっていうと、この光がレンズの中を通るときにどれぐらいの大きさの窓で光を取り込むのかっていう窓のことを絞りっていうんですけど、それをちょっと見てみたいと思います。閉じたり開いたり、これ見てみましょうか。閉じたり開いたり、閉じたり開いたり、これ今見ていただいたようにレンズの中にこう絞りっていう窓があって、この窓が開いたり閉じたりすることで入ってくる光の量を、変えています。この絞りが、閉じている時っていうのは光が入ってくる量が、少なくなります。で、逆にこれが開いている時っていうのはたくさん光が入ってくるんですね。イメージとしては中に入ってる絞りの大きさが、窓がこういうふうに変わっていくわけです。入ってきた光が窓を通り抜けるときに、窓の大きさが大きい方がたくさん光をカメラの中に取り入れることができる。逆に入ってくる光の量が大きすぎる場合は窓を閉じて入ってくる光を少なくして写真を暗くするっていう仕組み、これが一番最初に光が通り抜けるところで絞りっていうのがあります。この絞りっていうのはどのカメラでもどのメーカーのカメラでも必ず入っているので、覚えておいてみてください。絞りを通り抜けた光はカメラの中に入ってきて、次にシャッターっていうのを通ります。どれぐらいの時間カメラに光を取り込むのか、これは時間ですね。シャッターはシャッター時間が早いか遅いか、シャッター時間が早いってことは短い時間しか写真に、カメラの中に光を取り込まないので、写真が暗くなる。逆に遅い、シャッターが遅い、パッシャーみたいな、よく
写真がブレちゃったとかあるでしょ。あれはシャッタースピードが遅すぎてブレちゃうんだけど、シャッタースピードが遅いっていうことは長い時間カメラの中に光を取り込むっていうことなので、シャッタースピードが遅いと明るくなります。なので窓の大きさを大きくしたり小さくしたりする、入ってくる時間を早くしたり遅くしたりする、これのバランスで写真、カメラの中に取り込む光の量を、変えていくっていうのがカメラの仕組みです。